今日は皆さんも多分ヘルメットに取り付けているんじゃないかなと思う、このビーコン。最新型は SB6XR というものが出ていますが、ちょっと高くて買えないので旧モデルの SB6X を使っています。 SB6X とか SB6XR のですね、弱点といいますか、まあ、皆さん何度か経験あるんじゃないかなと思うんですが、コネクターの破損というのを誰もが経験したことがあるんじゃないかなと思います。自分もテープを巻いております。で、このテープを巻いている理由は、破損した、まあ、破損してるんですけれども、で、今ビニールテープを外したところなんですが、ここが変形しています。これはですね、マフラーに当たってしまって変形してしまいました。で、ここをよく見ていただくと、まあ、溶けたサインですね、配線が若干出てしまいました。で、それでビニールテープを巻いてごまかしていました。まあ、それだけではなくてですね、配線が細いもんですから、もともと断線してスピーカーが聞こえなくなってしまったよという方は結構いるんじゃないかなと思います。で、この断線してしまった場合の対処方法っていうのは2パターンしかないです。一つは自力で頑張って直す、もう一つはスピーカーをもう一回買い直すと、まあ、ほぼ二択というか、まあ、買い直す方が圧倒的に多いんじゃないかなと思います。じゃあ、この配線がどうしたら破損しにくくなるんだろうっていうのをタイにいる間に考えてました。まあ、この端子自体は USB のタイプ C ですので、よくよく考えてみたら、こういったものを使えばいいんじゃないかなと。これ分かりますか？ USB-C の延長ケーブルです。これをこうやってパチッてはめて、これをここにパチッとはめたら使えるんじゃないかなと。で、この延長ケーブルが破損しても、延長ケーブルだけ買い直せばいいので、まあ、安ければ1000円ぐらいで手に入るかなと。これがうまくいったら最高じゃねって思って、今日は動画を撮影しています。では、実際に動くかどうかやってみましょう。これマイク、ビーコム起動、電池残量 30% 未満、デバイス1接続、電池残量 30% 未満、ビーコム終了します。今聞いていただいたように、この USB の延長ケーブルが有効であるということが分かりました。ただ、じゃあどんな USB でもいけるのかというのはまだ試していません。タイにいる間にですね、わざわざこれだけじゃなくて試しにもう一個買ってあります。これをまたこうやって刺してビーコム起動、電池残量 30% 未満、デバイス1接続、電池残量 30% 未満、ビーコム終了します。今聞いていただいたようにですね、この延長ケーブルが有効ということが分かりました。じゃあ、これをもうそのままヘルメットにつけてあげたら、この細い配線をむき出しにする必要がなくなると。これ結構流行りそうな気がしますね。しかもここわざとこう L 字にしてみたんですけど、そうすれば邪魔にならないし、ヘルメットを置いた時にもなんかここから飛び出てないので、地面に当たるとか何かに当たるってことも避けれるかなと。まあ、人によってはこういう向きでもいいと思います。まあ、ここお好みですよね。で、物によってはこう見ていただくと、 L 字の長さが違うものがいろんなタイプありますので、別に L 字じゃなくて I 字のままでもいいですし、まあ、ここは好みでいいんじゃないかなと。こうでもいいし、こうでもいいし。ただですね、ビーコム、このスピーカーを、これが正式な方向だそうです。こうするとセットはできるけれども、スピーカーの左右の聞こえ具合がひっくり返ってしまいますよということですので、
まあこういう延長ケーブル入れることでひっくり返る可能性もありますし、本当はこうやってつけたいけど、こうしないと左右ひっくり返っちゃうよっていう場合もあるでしょうし、まああまりにもそういう左右の音のこだわりがある方はそのまま使われた方がいいのかなと思うんですが、まあ自分は別に音さえ聞こえればいいというタイプなので、こうやってこれをこうやってセットアップしていこうかなと思います。若干こっちの方がね長いんでね、どっちでもいいんだけどね、これだとちょっとここがはみ出るのであまりよろしくないので、せっかくなのでやっぱこっちかな、こっちの方がいいけど、このロゴが邪魔、抜き差しはしやすそうだけど、じゃあ早速やっていきましょう。まずまあここはねそのままでいいんですが、端子をこれとつなげるんですが、ここでつなげといてもしょうがないので、ヘルメットの中にセットしていきたいと思います。まあ B コム買われた方は基本自分でセットアップされてる方が多いんじゃないかなと思うので、そんなに困ることはないでしょう。まあ、こうして抜いて、でこれをこうやってつなげたいから、もうこれそのまま終わりじゃない？これそのままこうやって入れて、こうやって、こうやって入れて、でこれをこうやって入れて、これで終わり。まあ、この配線はここは出てますけれども、まあこれ破損した場合は別に交換すればいいかなと。で、この状態でもう一度確認。ビーコム起動、電池残量30%未満。デバイス1接続。電池残量30%未満。ビーコム終了します。ということで、あっという間に終わりましたけれども、 USB の延長ケーブルを使うことで BCOM のスピーカーの配線の破損を防ぐことができるということが分かりました。この USB ケーブル、まあ実際この使った方もそうなんですが、1本1000円するかしないかぐらいで手に入りますので、スピーカーを何回も買い替えるよりも圧倒的に経済的です。ただまあそのね、先ほども話をしましたけれども、スピーカーの向きだとか音質にこだわる方とかね、正式な使い方ではありませんので、まああくまで自己責任という形にはなりますが、まあこういう使い方もあるのかなと思いますので、まあ皆さんも興味ある方はぜひやってみてください。